こんにちは、おにくです。今回は NiziU のシーズンズグリーティング2011のティーザーが出たので見ていきたいと思います。もう今出て私本当にダッシュで撮っているんですけど、もう NiziU のねシーズンズグリーティングはもう購入したんですけど、もうただそのシーズンズグリーティングのティーザーっていうものが出たので、多分それを見たらもっとね欲しくなる人もいるんじゃないかなっていうふうに思ったので、今回一緒に見ていきたいと思います。普段は NiziU や K-POP の女の子についての動画をアップしているので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。いや、かわいい。てか、かっこいい。やばい、まえちゃんかわいい。かわいい。なにこのりくちゃんのポーズ。あやかちゃんもかわいい。うわ、みんな最高。やばい、かっこよすぎじゃん。あっという間の13秒でした。ちょっと、もう一回見ますね。うわー。半端な。え、超かわいい。うわ、え、ちょっとかっこよすぎるんで、ちょっとね、一人ずつ見ていこうと思います。まず、まこちゃんですね。まこちゃん、やばいな。結構かっこいい。こんな服なのに、ここお腹見えてて、どんだけかっこいいのって感じですね。超いい。かっこよすぎる。うわー、いい。で、なんかこのリオちゃんの、なんていうのかな、このすごい、かっこいいっていうか、その女の子にすごい憧れられる女の先輩感がすごいですね。めっちゃかわいいじゃん。やば。うわ、まやちゃん、何このなんかこんな可愛すぎる。なんかもうこのまやちゃん優しすぎるし、なんかもう妖精すぎるし、このピンクの帽子可愛すぎるでしょ。このりくちゃんやばい。待って、りくちゃんやばすぎ。めっちゃ可愛い。どうしよう。このポーズもね、めっちゃ可愛いんですよね。りくちゃんやばいわ。あ、待って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 、あやかちゃんやば。あやかちゃんすごいんだけど。もう、このハートだけで超可愛いのに、そこでウインクしてくれる？ウインクしちゃうか。やばいわ、もう本当に。わかってる。もう完璧すぎる。うわ、ここかっこいいやん。ラッパー二人組やばいわ。まゆかちゃんも、なんか、いつも可愛らしいのに、今回は超かっこいい感じが最高でたまんない。超いいわ。お嬢さんだもん。でね、リマちゃんもこのね、美しい感じやばい。リマちゃんの衣装かわいい。なんかすごいおしゃれさんな感じ。なんか外国にいそうな、めっちゃかわいい。なんかもうなんていうの、もう人形さんですね。え、このミーシちゃんもやばい。もうこのミーシちゃんもやばいな。このミーシちゃんやばすぎ、ほんとに。なんかすごい衣装がね、私、ミーシちゃんのがすごい一番好きって言ってたんですけど、衣装可愛いし、ミーシちゃんのこの女の子らしさもやばい。今回はもうこの後のニナちゃんが超最高だったんですけど、やばい、このニナちゃんやばい。いや、やばい！いや、マジでニナちゃんもやばい。もうこんなね、かっこいいくて、美人で素敵な子、学校にいたらどうするって話ですよ。この NiziU はやばすぎ。みんな、このスクールテイストなので、あ、学校でこんな風なんだろうなっていう感じが出てたんですけど、みんな可愛いし、かっこいいし、もう個性がやばかった。もう個人的に、あやかちゃんのもうウインクですよ、もう。やばすぎた。なんかもう分かってるところが逆に嬉しい。なんかそのみんなウィンクしてほしいって思ってるじゃないですか。で、それでしてくれるあやかちゃんの優しさと、もうちょっと分かってきてるその感じがたまんないし、あとニナちゃんもね、今回すごかった。あのね、最後の表情忘れられない。なんか毎回、なんか誰々が優勝とか言ってるんですけど、毎回違うんですよ。結局みんな優勝なので、結構誰々が優勝とか言うことが多いんですけど、今回はそうですね、あやかちゃんとニナちゃんが私の中ですごい優勝でしたね。もうほんとこれ毎回違うの。みんな違うし、みんないいんですけど、今回はやっぱね、ファンの気持ちを分かってくれてるアイドルって最高だなと思って、みんなそれぞれすごいかっこよかったなっていう風に思ったし、今は髪型とかも全然違うんですけど、この時のね、髪型もすごいやっぱ可愛いので、ちゃんとしっかりね、この縦画面で見れたことが嬉しいなっていう風に思います。夜にこんなん出てくると思わなかったから全然待機してなくてびっくりしたんですけど、もうとにかく嬉しかったです。もうこれに対しての感想などもよかったらコメントで書いてみてください。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは、バイバイ。この前そのステップアンダーステップのアーシャが出ただけでめっちゃ湧いたのに、今回もね、軽率にめちゃくちゃ湧いちゃいましたね。もう超かっこよかったし、新しい NiziU をやっぱ見るとワクワクしますね。もちろんなんかその知ってる衣装だったりとか、知ってる髪型の NiziU ももちろん好きなんですけど、やっぱ新しいコンセプトをデビュー前にこんなに見せてくれるアイドルっていませんよね。
本当にいないと思う。だってオーディションから毎回そのミッションで全然違う彼女たちが見れて、そしてデビューする前からこんなにたくさんの衣装とか、こんなにたくさんの雰囲気とか、こんなにたくさんのことをしてくれるアイドルって本当になかなかいないと思う。デビューしてからでも難しいアイドルだっているのに、もうその前からすごい気合が入ってるのが伝わって、私の中ですごい嬉しいし、本当大好きだなっていう感じがしました。はい、今回もすごい脇動画だったので、皆さんとねテンション高く上がれたらいいなっていう風に思います。そして、あ、そうだ、言い忘れてたことがありました。あの、結構 NiziU のそのアルバムについてのコメントが来るんですね。なんかアルバムについてどう買ったらいいかなとか、どういう風にしようかなっていうコメントが来たりするので、急遽ね日曜日、今日かな明日かな、ちょっと動画が上げれてるかわからないので、日にちで言うと10月4日ね、日曜日の夜からライブ配信をしようかなっていう風に思っています。前回10時からやって結構ね眠いなって思う方もいらっしゃったので、今回はちょっと早めにやろうかなっていう風に思っていて、もう9時なのか9時半なのかわからないんですけど、コミュニティかツイッターの方で告知するので、よかったらツイッターをフォローしてほしいのと、あとコミュニティでしっかりとした時間も言うので、よかったらチャンネル登録して、あの YouTube を開いた時にねパッてそのコミュニティの通知が来るようにしていただけると嬉しいです。はい、もう生放送でね皆さんとお話できるの毎回すごい楽しみなので、お話ししたいなっていうふうに思います。みんなでね、どれを買うかをね、考えましょう。